作りたいなっていうごかめんごめん。あれですけど、まあいろいろアレンジしてまたやればいいんじゃない。あとまた別の曲も今度お願いする。これの英語版も作って、あ、これブルースですけど、あ、そうですか。作じゃあそれも後でまった。そうです、そうです。た。これは。はい。はい。じゃあこのぐらいで。どうもありがとうございまいしや、監督、その映画の中た。はい。の歌の蓮の花でしたっはけ？いはい。あ蓮れのは、花演歌ですね。蓮の花演歌。はい。これがもう世界中で、はね、インドとかヨーロッパとかアメリカい。いいでですすか？と、ちょっと、はい。せっかくですから。蓮の花演歌って僕が作詞して、歌手さんと違う方が作曲したんですけども、今、演歌歌手じゃなくて、なんだっけなね、ブルースじゃないや、そうじゃん。ソウルの歌手の女性の方に歌ってもらって、演歌を歌ってもらったのが、昨日かな、インドのジャンジュラ映画祭っていうところで、歌手の、グランプリを取りました。すごい。それからあと、まあ、もう一人、やっぱりその人はピアニストとタレントさんなんです。その人に今お願いしてて、それも今昨日かな、アップロードしたんで、まあ、それも狙えるかなと。まあ、映画祭さんもたくさんいっぱいあるんでね。で、内容的には蓮の花っていうのは仏教の花で、その汚い泥の中で綺麗な花を咲かせるという例えで、その汚れた、まあ汚い世の中でも一生懸命咲かせて真面目に生きましょうっていうような話の詩なんですね。まあ、もしよかったら後で なんだろう、まあ今日は用意してないですけど、また次の機会でも歌詞とかそういうのは用意できますんで、まあ CD も手焼きであれば、まあ500円ぐらいでしてくれれば、1枚出しますんで、もしよかったら、またそれから歌手さんともね、いろいろとコラボレーションしていけたらいいなと思ってまして、まあ僕の方の知り合いの歌手とかそういう人たちと一緒に歌うとかもいいだろうし、まあいろいろ考えてます。それから映画の方も今ちょっとそのロックバンドの映画を作るとしてて、はい、その人たちが、まあ、タレントでもあるんですけども、そこでそのなんだ、結局その素人さんが歌手になって、最後にこうもうアラフィフの女性の、タイトルだけでも。はい、ラストコールっていう、ラストコール。はタイい、トル。最後の電はい。話っていもう、う。プロモーションのビデオができてるんですいね。やいや、だけまど、だまだ、は YouTube い、とか上がってない。まだ上がってない。そうですか。まだ今おラスト金をコール。集めてるわとかこりろました。わかりました。ろで、またよろありしくがとうおござ願いいました。ます。はい、ありがとうございました。香川亮。はい、有名な僕らの時代の進化と同じ発音の香川亮さん。字は間違うけどね。ありがとうございました。じゃあ自分がやりますか。香川さんの素晴らしい詩の